皆さん、こんばんは。突然ですが、2021年は節分が2月2日なんです。なぜなら今年は2月3日が立春だから。ところで立春、なんとなく節分の前の日みたいな覚え方をしていますが、なんだかご存知ですか？立春とは二十四節気という太陽の通り道を24等分したうちの一つになります。ちょうど冬至と春分の中間にあり、春の初めという意味で立春という名前になりました。天文学的には太陽がその立春の角度に来た瞬間が立春と呼ばれますが、暦ではその瞬間が訪れた日が立春となっています。地球が太陽を一周するのにかける日数は1年365日ぴったりではないため、ウルード氏やウルー秒で調整しているという話は聞いたことがあるかもしれません。実はこの一周する日数、約 365.24219 日と何とも半端な数字になっています。この半端な日数によって太陽が立春の角度に来るタイミングもずれてしまい、今年は日本時間で2021年2月3日23時59分に立春が訪れるのです。日本で2月3日が立春になるのはなんと124年ぶりで非常に貴重かと思いきや、実はこの後しばらくは4年おきに2月3日が立春になるのです。ということは、節分も4年おきに2月2日になります。鬼の皆さん、出番の日にちを間違えないようにしておいてくださいね。